找到一个舒适的坐姿，可以坐在垫子上，也可以坐在椅子上。坐下来，脊椎停止，肩膀放松，双手轻轻放在膝盖或腿上，轻轻地闭上眼睛，花点时间让自己集中着毅力。首先进行三次深呼吸，进行清洁。透过鼻子深吸一口气，完全充满肺部，然后透过嘴巴轻轻呼气，释放任何紧张或压力。每一次呼吸都会感觉自己变得更踏实，更临在。当您融入这个空间时，请让您的意识产生感激之情，感谢这一刻，感谢你的呼吸，感谢有机会与内在的自我连接。深吸一口气，呼气时让自己处于一个舒适的姿势。您可以睁开眼睛，轻轻地聚焦在您面前的一个垫上，注意此是此刻你的身体感觉如何，让紧张随着每次呼气而慢慢消失。当你的目光保持柔和和放松时，注意周围的颜色、形状和图案，让你的眼睛自然地转向任何让人感到平静的地方。注意细节，但不要太集中注意力。每一次呼吸都会感觉你的身体变得更轻松，更轻松。让你的呼吸提醒你，此时此刻你是安全舒适的。每次吸气都会带来平静，每次呼气都会释放残留的紧张。现在当你继续轻轻地呼吸时，想象每一次眨眼，你的眼睛都会感觉更重。您可能会注意到眨眼速度变慢，但眼睛仍然睁开。每眨一次眼，你就会进入更深的放松状态。现在将这毅力转移到周围的声音上，不加评判地注意到它们，只是让它们成为你环境的一部分。每一种声音，无论远近，都会加深您的放松状态。想象这些声音就像波浪一样，流过您的全身，帮助您陷入更深的平静。当你呼吸时，注意你的身体如何感觉更接地气。你充分意识到周围的一切，但更加放松，让你的心灵表面变得光滑平静，就像平静的湖水一样。每一次呼吸，你都会显得更深一些，感觉更轻松。知道，每次你说出这个肯定的话，无论是现在或以后，你都会增强它在你生命中的力量。你掌控一切，你掌控一切，你选择平静、清晰和幸福。当你准备好完全恢复意识时，深吸一口气，感受能量回到你的身体，慢慢的，慢慢的，轻轻的，让你的眼睛更专注于周遭的世界。再次开始猛，再次开始注意细节，感觉神清气爽，警觉。Time
你进行下一次呼吸时，让自己完全处于当下，带来你所创造的平静和清晰的感觉。你醒了，有意识，准备好继续你的一天，感觉更轻松和掌控。毎日忙しいですね。次から次へとやらなきゃいけないことがたくさん。それでストレスも溜まっちゃいますよね。でも大丈夫。簡単にできて、しかも効果的な心を落ち着かせる方法があるんです。それは呼吸です。呼吸は生きることそのもの。呼吸をすることで、私たちは自分自身と、そして周りの世界とつながっているんです。マインドフルネス呼吸は、心をぼやかにし、ちゅろけさを見つける方法です。呼吸に集中することで、心に安らぎが。Esorji here, Manka Maharikarete. 来ます。それは、アイテセッサー。まるで、リセットボタンを押すや、押すようなものなんです。深呼吸は自分にソングプレゼントのようなもの。緊張を解きほぐし、リラックスできます。体と心はつながっています。ストレスを感じると呼吸が浅くなってしまいますよね。深呼吸はその逆、ナルヌシステムを落ち着かせてくれます。空気を吸い込むと、体の中にたくさんの酸素が入ってきます。そうすると細胞に栄養が行き渡り、体が干されていくのを感じるでしょう。呼吸を解くたびに、もう必要のないものを手放していきましょう。ストレス、不安、ネガティブな感情、全部溶けてなくなっていくように。三つのペアとに分かれた呼吸法は、心の平和を見つけるためのとても素敵なテクニックです。まずは楽な姿勢で作ってみましょう。片方の手を肩に、もう片方の手を胸の上に置きます。目を閉じてください。彼から深く敬意を返す。風船のように膨らませます。胸が貝でいっぱいになるのを感じてください。彼からゆっくりと貝を突き出します。ゆっくりと蚊がゆっくりと下がっていくのを感じてください。この呼吸のサイクルを繰り返します。パートフォン、愛と感謝の光を放つ。呼吸をするたびに、心の中でこの言葉を繰り返しましょう。愛とポジティブなエネルギーを放ちながら、深い感謝を感じます。言葉が体のザナーで浮き足るのを感じてください。下肢を伝うたびに、愛と感謝の気持ちを浅い込みます。下肢を泣くたびに、このポジティブなエネルギーが自分の中から放射されているのをイメージしてみてください。そしてそのエネルギーが周りのすべての人の人生に触れていくのを、アカイナットサーク、アインティッシュ。てください。アケイ。さっき表皮を抑え込み、免疫さを突き出す。この呼吸エクササイズを毎日5分間続けてみましょう。この時間を利用してポジティブな目標を設定するのも良いでしょう。例えば呼
吸をするたびに、私は平和で免疫な人生を選択し、深い感謝を、サッチャッキーを感じてない日、感じていますと繰り返します。そしてその聞きが真実だと信じましょう。この習慣を続けていくうちに、きっと人生に変化が現れてくるでしょう。より多くの時計差を経験することになるでしょう。マインドフルネス呼吸とポジティブなアファメーションはとてもパワフルなツールです。ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。きっとその変化に驚くことでしょう。毎日忙しいですね。次から次へとやらなきゃいけないことがたくさん、それでストレスも溜まっちゃいますよね。でも大丈夫、簡単にできて、しかも効果的な心を落ち着かせる方法があるんです。それは呼吸です。呼吸は生きることそのもの。呼吸をすることで私たちは自分自身と、そして周りの世界とつながっているんです。マインドフルネス呼吸は心をぼやかにし、ちゅろけさを見つける方法です。呼吸に集中することで心に安らぎが。 SRG here マンカーマハリクリティきます。それは相手セッサー、まるでリセットボタンを押すようなものなんです。深呼吸は自分にソングプレゼントのようなもの。緊張を解きほぐし、リラックスできます。体と心はつながっています。ストレスを感じると呼吸が浅くなってしまいますよね。深呼吸はその逆、ナルヌシステムを落ち着かせてくれます。空気を吸い込むと体の中にたくさんの酸素が入ってきます。そうすると細胞に栄養が行き渡り、体が干されていくのを感じるでしょう。空気を吐くたびにもう必要のないものを手放していきましょう。ストレス、不安、ネガティブな感情、全部溶けてなくなっていくように。3つのペアとに分かれた呼吸法は、心の平和を見つけるためのとても素敵なテクニックです。まずは楽な姿勢で作ってみましょう。片方の手を肩に、もう片方の手を胸の上に置きます。目を閉じてください。彼から深く敬意を書い、風船のように膨らませます。目が貝でいっぱいになるのを感じてください。彼からゆっくりと貝を突き出します。首と顔がゆっくりと下がっていくのを感じてください。この呼吸のサイクルを繰り返します。パートフォン、愛と感謝の光を放つ。呼吸をするたびに心の中でこの言葉を繰り返しましょう。愛とポジティブなエネルギーを放置ながら深い感謝を感じます。言葉が空の座内で浮き立るのを感じてください。下肢を伝うたびに愛と感謝の気持ちを浅い込みます。下肢を泣くたびにこのポジティブなエネルギーが自分の中から放射されているのをイメージしてみてください。そしてそのエネルギーが周りのすべての人の人生に触れていくのを、アカイナントサークアインティシュ
ください。 OK。 さっき表皮を抑え込み、免疫さを突き出す。この呼吸エクササイズを毎日5分間続けてみましょう。この時間を利用してポジティブな目標を設定するのも良いでしょう。例えば呼吸をするたびに、私は平和で免疫な人生を選択し、深い感謝をスッキーを感じた日感じていますと繰り返します。そしてその激さが真実だと信じましょう。この習慣を続けていくうちに、きっと人生に変化が現れてくるでしょう。より多くの都会さを経験することになるでしょう。マインドフルネス呼吸とポジティブなアファメーションはとてもパワフルなツールです。ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。きっとその変化に驚くことでしょう。私は日を追うごとに強くなっていることにとても感謝しています。人生near decision 喜びと前向きさを引き寄せていることにとても感謝しています。自分の最高の可能性と超越していることにとても感謝しています。人生の流れを楽に受け入れていることにとても感謝しています。つなおあいひあいとけさえ感謝の気持ちでいられることにとても感謝しています。自分が今朝ゲトルすべての愛に私のすべての努力において宇宙に支えられていることにとても感謝しています。意味と目的に満ちた人生を送っていることに感謝しています。自分の中に新しい強みを覚えず発見していることにとても感謝しています。自分が他の人に前向きさと励ましを与える愛になっていることにとても感謝しています。リラックスしながら将来の自分を想像してください。すべて達成し、ゾム人生を生きていることをどんな気分ですか？エッカサという自分の定義の中で生きている。目標を達成し、充実感と
幸福感を感じている自分を想像してください。このビジョンを現実にする力は自分の中にあることを知ってください。お金、特定のスキル、または愛という豊かさのツールを望む人から共有している自分を想像してください。どんな気分ですか？すぐに1から5まで数えます。数字が上がるごとにあなたは完全に目覚めた状態に戻り始め、このセッションで得たポジティブなエネルギーと自信をすべて持ち帰ります。1、ゆっくりと目覚め始めます。2、周囲にもっと気づくようになります。3、リフレッシュして元気になります。4、ほぼ完全に目が覚め、前向きな気持ちで技術を乗り切る準備ができています。もの、完全に目が覚め、素晴らしい気分でキュミンに動き、自信と喜びを持って人生を受け入れる準備ができています。準備ができたら少し時間をとってストレッチし、目を開けてください。いつでもこの分野下で自信に満ちた状態に戻ることができることを忘れないでください。今日あなたが言った前向きな変化はあなたの人生の中で成長し、繁栄し続けるでしょう。